1953年、山野千恵子は日本の美容家、神奈川県横浜市出身、各地に美容院を開き、日本にパーマネント技術を広めた草分けだった。美容器具の国産化に努め、赤外線による美顔術、脱毛法、美容体操、生体術なども発表した。また、ファッションモデルの前身であるマネキンクラブも創設し、 ファッションショーによって様相を広めたと言われる。一旦事務員に着いた後、神戸高等科生女学院に入学、1913年に卒業。同年、山野末松と結婚し飛べ。美術雑貨賞などをしながら、罠メーカービューティースクールで美容技術を取得する。1922年、帰国。翌1923年3月。 東京駅前にできて間もない丸の内ビルジング内に丸の内美容院を開店。1929年、大日本美容協会を創設。1946年、全日本美容連盟を創設。1954年、東京美容国民健康保険組合を創設。1950年からは、東京高等美容学院の院長も務めた。ありがとうございます。